阿賀野川橋梁は、新潟県新潟市東区と北区にまたがる阿賀野川に架か,かる東日本旅客鉄道白新線の鉄道橋である。白新線内での一白新線の沼水駅、ぬったり駅、くずつか駅間の延伸工事に伴って1956年に完成した。大型駅、荒崎駅間の阿賀野川に架か,かる全長1200メートルの橋梁である。 1979年に東新潟駅、荒崎駅間の複線化工事に伴い、阿賀野川の上流側に新しく掛け替えられたのが現在のトラス橋である。初代橋梁はアーチなしの鉄橋としては当時日本一の長さを誇っていた。複線化後、横川工事によりて延べ式引き戻し工法で撤去されている。これはセンターホールジャッキで橋桁を ジャッキアップし、手延び機に橋桁を連結し、かつ、自走台車に乗せてから引き戻して撤去するというもので、ある。また、初代橋梁の共鳴板は国鉄から豊坂市に寄贈されている。初代の橋梁は、単線上路式プレートガーダーの形式である。長さ36.4メートル X24 連、25.4メートル X2 連から、なっていた。 2代目の橋梁は、伏線した自式平行源はアレントラス13連の形式であり、トラスは1977年製造の日本橋梁製である。休戦後に整備された白新線公園。ありがとうございます。